ったく得点力なさすぎないか FC 琉球つもんは。なんかな FC 琉球得点力なさすぎないか。 FC 琉球は得点力ない。うるさい。本当だからだ。バカ野郎、うせぞこの野郎。本当のこと言って何があるんだこのバカコラ。あのモノレールの中では静かにしてください。そういうことだ、わかったか。知らねえよ。知らねえじゃねえ。お久しぶりです。めっちゃコーヒー美味しくて、すごいことこなかったですよ。散るってる動画にしとくわ。喋ってるみたいな。それ散るじゃないんだな、ハルト。いるかな。それな。スタジアムの外。あ、スタジアムの外まで響きますよ、声が。どうですか、アルトさん。足が痛いです。すいません。うるさいよ。FC 琉球について一言みたいなのあります？まあ今日はね、はい、しっかりと声を出して、はい、チームが勝てるように、はい、応援します。何箇所欲しいですね。何でももらえても嬉しいです。ございます。すいません、一人いいですか。はい、ありがとうございます。3頭、2頭ってことは2頭待ってな。ちょっと待って。うまい。ここの中で一緒に立って誰かが選手を生まれていきましょう。熱い応援よろしくお願いします。それでは
いや試合お疲れ様です。和正さん、岡崎さん、本選手、お疲れ様です。やっぱ試合後で顔のテカリもちょっと強めて。この番組は頑張れ FC 琉球、大本しか勝たん、J2 残留、バモスの提供でお送りしました。